私たちの目の前で60年以上噴火を続けている桜島は、世界で最も活動的な活火山の一つです。鹿児島市民はこの活発な桜島と常に向き合いながら生活してきました。1914年の大正噴火から100年以上が経過した今、桜島の火山活動の源であるアイラカルデラのマグマの蓄積量は当時の状態に近づきつつあり、近い将来大正噴火のような大規模噴火が起きる可能性が高まっていると考えられています。鹿児島市民の愛する桜島の過去と現在を正しく知り、いざという時にどのように動くべきか、みんなで考えてみましょう。桜島はここ1500年の間、天平法師、文明、安永、大正と4回の大きな噴火を繰り返してきました。このうち1914年1月12日に始まった大正噴火は、国内における20世紀最大の噴火です。その規模は桜島が普段繰り返している噴火の数十万倍の大きさでした。ここではこの大正噴火で起こったことを振り返ってみます。噴火の数日前、桜島島内では弱い地震が時々発生していました。危険を察知した住民たちは集落単位で自主避難を開始。当時2万人余りの住民が暮らしていた桜島、噴火前に避難しなかった住民のうち25人が犠牲となりました。これは噴煙を上げている時の写真です。噴火は私たちが普段見ている山頂からではなく、山の中腹にできた新たな噴火口から起こり、大量の軽石や火山灰を噴出させました。この時の爆発音は九州と四国のほぼ全域で確認されたほどです。噴火開始から8時間後には錦江湾内を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生。最大震度6の強い揺れを引き起こし、市街地側でも多数の死傷者や家屋倒壊などの被害が出ました。軽石や火山灰の激しい噴出は2日間続きました。軽石や火山灰でおよそ2メートル埋もれた黒髪埋没鳥居は、この大正噴火の脅威を今に伝える災害遺産の一つです。また東側の火口から1年余り続いた溶岩の流出は、桜島と大隅半島の間の瀬戸海峡を埋め尽くし、桜島を陸続きにしました。さらに風下側となった大隅半島では、大量の軽石や火山灰が降り積もり、土石流や洪水被害が噴火が収まった後も1年ほど頻繁に発生しました。大規模噴火から住民の命を守るため、行政や大学などの研究機関では大正噴火を教訓にした取り組みや対策が進められています。桜島は監視・観測体制が日本で最も整備された火山の一つです。気象台や国土交通省など国の機関による監視・観測のほか、京都大学による火山研究などが行われています。中でも京都大学と国土交通省が桜島の3カ所に設置している伸縮計や傾斜計は、体に感じないわずかな地殻変動を検知することができます。このような精密な火山の観測・研究により、大正噴火クラスの大規模噴火が迫ってきた場合には、確実にその前兆現象を捉えることができます。これらを踏まえ、鹿児島市でも噴火前に住民を避難させるための避難計画を作成し、訓練を通じてその実効性を高める取り組みを継続しています。ではもし今大正噴火クラスの大規模噴火が起きたらどうなるのでしょう。
桜島島内だけではなく鹿児島市街地側にも影響がある事例を考えてみましょう。ある夏の暑い日、桜島に設置されている観測機器が体に感じない地震や地殻変動を捉え始めました。その後、時間の経過とともに桜島島内では体に感じる地震も観測され、気象台は警戒範囲を桜島全島とする噴火警戒レベル4を発表しました。それを受け、鹿児島市は桜島全域に高齢者等避難を発令。桜島では要支援者などに加え、一般住民の中にも自主避難を始める人たちが出てきました。市街地側でも風に乗って軽石や火山灰が降ってくる可能性があるため、市は注意喚起広報を実施し、要支援者が多く利用する施設には被害を最小限に抑えるため、桜島から離れた地域への自主避難を呼びかけています。さらに県を通じ周辺の市や町へ広域避難を行う可能性があることを伝達しています。桜島島内ではその後も地震が続き、山体の著しい膨張も観測され始めました。気象台は噴火の可能性が高まったとして噴火警戒レベルを5へと引き上げました。それを受け、鹿児島市は桜島全域に避難指示を発令し、桜島島内にいるすべての人々に対し島外への避難対応を開始しました。また市街地側に対しても降灰予報などに基づき、一定の地域に高齢者等避難を発令し、高齢者などに避難を呼びかけるとともに、一般住民へ避難の準備や自主避難を呼びかけています。合わせて県を通じて周辺の市や町に避難住民の受け入れを要請しました。その後、地震の回数がさらに増し、市街地側でも体に感じるほどになってきました。気象台は火山情報を発表し、大きな規模の噴火の可能性がさらに高まっているとして警戒を呼びかけました。鹿児島市は専門家からの助言などをもとに、市街地側の特に多くの降灰が予想される地域に避難指示を発令。発令地域の住民は続々と避難を開始しています。いよいよ噴火が始まりました。噴火は大正噴火と同様に山の中腹に新たな火口を作り、噴煙を上げることで始まりました。そして次第に爆発音を伴う激しい噴火になってきました。噴煙はこれまで見たことのない高さまで上がっています。噴煙は降灰予報の通り東からの風に乗って市街地側に向かってきました。噴煙が市街地を覆い始めると、日中にもかかわらず辺り一面夜のような暗さです。軽石や小さな噴石が雨のように降り始め、丈夫な建物に退避をしている人もいます。屋根などに当たる音が絶え間なく聞こえてきます。激しい噴火活動の中、強い地震が発生しました。市内各地で古い木造家屋の倒壊や土砂崩れも発生しているようです。大規模噴火開始からおよそ1日、噴火は弱まってきましたが、大量の軽石や火山灰が降り積もりました。風向きの方向に位置していた地域ではおよそ1メートルも堆積しました。このため、この地域周辺の交通はストップしました。また電気、ガス、水道も止まり、エアコンやトイレなどが使えなくなったため、熱中症の恐れなど生命維持に危険を及ぼす状況となっています。鹿児島市をはじめ各防災関係機関が連携し、大量の軽石や火山灰が降り積もった地域で
早期の道路警戒やライフラインの復旧に取り組んでいます。避難先からの帰宅は道路の警戒やライフラインの復旧状況によりますが、数週間に及ぶことが予想されます。また降灰の多い地域では雨による土石流や河川氾濫の可能性が高まります。大雨の際には急傾斜地や河川の近くの住民は早めの避難を心がける必要があります。ここまで大規模噴火が起こった場合の影響を見てきました。これはあくまでも一つの例に過ぎませんが、近い将来現実となる可能性もある一例です。ここからは迫りつつある大規模噴火に備え、私たちが身近にできることを確認していきましょう。まず災害に関する情報を確実に収集できるよう、情報取得手段は複数確保しておきましょう。また大規模噴火が発生した場合には避難生活が長引く場合もあります。風水害や地震などと同様に、非常食や常備薬などは少なくとも3日分、できれば1週間分を用意しておきましょう。そして何より自分の身に起こりうる危険を正しく知っておくということが重要です。桜島が大規模噴火した場合は大きな地震が起こりうることを含め、桜島住民だけの問題ではないと知っておくことが適切な避難行動へとつながります。鹿児島市では桜島が噴火した場合の桜島火山ハザードマップをはじめ、大規模噴火を想定した避難に関する桜島火山防災リーフレット、津波ハザードマップなど災害種別ごとの防災啓発冊子や防災マップをホームページなどで公開しています。これらの冊子を手に取り、家庭や地域で日頃からいざという時の行動や集合場所などを話し合っておきましょう。最後に火山災害から身を守るためのポイントをおさらいしておきましょう。大規模噴火には前兆現象が確認されます。気象台や鹿児島市などからの情報をもとに、噴火が始まる前に躊躇せず早めの避難を心がけましょう。自家用車で避難する場合は渋滞の発生を避けるため、できるだけ1世帯1台で避難しましょう。駅の近くに住んでいる方は JR を使って避難しましょう。避難する際は降灰予報などの最新の情報を確認して、降灰が少ない地域に避難しましょう。市外への広域避難をする場合は地域ごとに決められた道路を通って避難しましょう。突然噴火が始まった場合や避難が遅れて事前の避難ができなかった場合には、無理をせず頑丈な建物の中に避難しましょう。鹿児島市では様々な状況を想定した対策を準備しています。しかしこの想定を超えるような災害がいつどこで発生するか分かりません。私たち一人一人が命を守るための準備と心構えを持つことが重要です。さまざまな顔を持ち、鹿児島市民に愛される桜島、これからも鹿児島のシンボル桜島と共生していきましょう。